委員会を再開いたします、それでは一般質問を行います、まず河井委員、どうぞ。最初に、保育所の利用状況、10月1日現在の状況が、11月30日の日に公表されました、そのことについて質問します。 当初、国基準で4月1日の日は待機児童ゼロだと言われていましたけれども、実際には潜在的な待機児童がいると、えー、この当局発表の数字でも513となっておりますが、これが10月1日には1370っていうふうになっております。えー 昨年度との比較でもまあ大きく伸びているなという,ふうに思うんですがまあ公表されたあの見解というのはこの資料にも書かれているのかもしれませんけれどもこれを見る限り今、11月に入りまして来年度募集されておりますけれどもまあ今,年の今年度の間でも入れなくて困っておられる方がまだおられるという状況。 さらに来年4月に向けては新たな保育施設の整備とされていますが、えー、やはりこれではあのまだ入れない方をまた生み出してしまうのではないかというふうに私は思っております。えー、まず、えー、この公表された市のあの見解について伺いたいと思います。西村子育て支援部長。 はい、あの10月1日時点での,あの待機児童の状況についての見解ということだと思いますあの、まあ、国基準でいうところの待機児童というのは昨年の同時期に比べて減ったんですけれども全体として申し込み数が920人、えー、増えておりまして、えー、いわゆる潜在的な、えー 待機増数につきましては、前年度の同時期比較三百八十四人増えまして、千三百七十人という状況でございます。でこの状況につきましては、まあ、これまであの受ける枠の拡大ですとか、まあ、国基準です。けれども、待機増ゼロを継続してあげたことも含めまして、まあ、入りやすくなっているというふうにご,あのご理解いただけいいることでございますとか、子ども。また、あ、家庭が増加しているということを踏まえてのまあ申し分の増だというふうに、どうかなというふうに受け止めております。四、えー、月に向けまして。受け 枠のさらなる拡大には努めておりますけれども、えー、引き続きそれ以上の取り組みが必要だというふうに認識をしております河合いい議員報告資料の裏側ですね、2ページに参考ということで、平成29年4月に向けた取り組みが書かれております。 これは37か所で818人増やされるということが書かれているんですがこれだけではやはり足りないという,ふうに思うんですけどもやはり思い切って京都市が何ができるかということでの対策を講じていただく必要があるし私たちずっと言っているのは今も12月です新たな施設が立つのかというのはありますが。 えー、やはり計画的に、あの昨日も、まあ、加藤委員、質問、きのう、30日やね、<laughs> 言いましたけど、やっぱり計画の見直しっていうか、それがいるなというふうに思います、私の地元であります、西京区でも、やはりあの待機が出ておりますし、やはり注目すべきところのもう一つは、えー、定員外の入所ですね。 ここも4月よりも増えていますし、この数がやはり、入っている子どもたちにとっても、保育士さんたちにとっても、基準は満たすということは言われているもとでも、安全確保する、のびのびと子どもたちが暮らすという点からも、改善されることが必要だというふうに思います。いかかがでしょうか 西村部長、はい、あの対す四月向けた対策ということでございますけれども、まあ資料にも記載しておりますようなまあ八百八十八百十八人分、まあこれがまああの遅れなく遅れることなくオープンができるようにまずはしっかりと進行管理をしてまいります。まあ合わせましてあの小規模保育 でございますけれども、まあ先日第三の募集をあの締め切りさせていただきましたけれども、まあ四月向けてさらに、えー、募集もございますので、えー、特に。えー 仙台駅の待機の中では0、1、2歳の規模も多いということがございますので小規模保育の方をさらなる拡大をしてまいりたいというふうに考えています加えまして小規模から移行する方々の対策これも非常に大事でございますので現在取り組んでいる中身としましては各福祉事務所の方から地域の幼稚園の方 私たちおを回っていただきまして、預かり保育の状況でございますとか、受け入れの申し込みの方法、そういったことについて、しっかりと把握をいたしまして、利用者の方々の丁寧な調整ができるように取り組んでいきたいという,うに考えています。 でえー、併せまして、その計画の話でございますけれども、まあ、現在、えー、これも何度か申し上げてますように、まあ、29年度末に向けまして、3カ年で拡大の方の計画を持っております、まあ、これをまあしっかりとまずはあの達成をしてまいりたいと思います、まあ、その上で、えー、その目標がどうなのかということにつきましては、まあ、改めて、えー、子育て会議等のご意見もお,お聞きをいたしまして、必要があれば、まあ、見直すうようなこともあの検討していくことになろうかなというふうに考えております。 かわい,いもちろんあの努力しておられるし、努力されるという方向は、まあ、何度も答弁いただいているんですが、今のままであれば、やはりあの入れない子どもさんが出てしまいかねないというところですね、そういう認識ではおられますか西村部長、あのまあ、入れない子どもさんをのが生じないように。 まず最大限のまえ、あ、調整をしてまいりたいというふうに考えております。かわいん。はい、えー。やはり今今の現状をしっかり見てあのどうなるだろうかという予測がすごく大事だという,ふうに思いますし、もう現状では、えー、困られる方見かねない。 って思いますこの対策をあのしっかり講じていただきたいですし例えば小規模を増やされたらその分やはりささ先ほどおっしゃった3歳児以降の課題が出てくるということで根本的にはゼロからトータルで就学前まで保育ができるところを増やすその計画を今の目標をまずやるということですがそれが追い,ついて追いついていないというふうに私は認識しておりますので。 そこをやっぱり見直して進めていただきたいというふうに思います。えー、この点については以上です。よろしいですか。はい、えー。この件に関連して他にございませんか。はい。加藤委員。えっと二点伺いたいと大きくは二点伺いたいと思います。今あの河合陽子議員の方からありました通り、あのー、この10月1日時点でのこの。 利用児童の状況について今もご答弁の中でもありましたけれどもあの潜在的待機児童が513人から1370人に2倍以上に増えていると私どもあの申し込みしたのに保育所に入れてないあのお子さんたちの人数ということで。あの ずっと主張してまいりましたけれどもその人数で言ってもですね1539人ということですから4月時点よりも大幅に増えているっていうことになっているかと思うんですでまあこの状況を踏まえてですねあの今の,その京都市の計画であの十分このニーズに応えられるとこの傾向を捉えてその前提の上に立ってですね 今の計画で十分であるというふうに評価をしておられるのかどうか、この点、いかがでしょうか西村部長。はいあのまあ、現在の計画の進捗でございますけれども、まあ、27年度の実績で申しますと、あの拡大じゃなくて、提供の量総額で申しますと、あの保育所と小規模と、まあ、預かり保育というまあ3つの。あの 方法がございまますけれども、えー、目標とししておりました数値につきましてはまあプラスをすることができたというふうには考えております、えー、今年度確かにあの申し込みは数も増えておりますし、まあ、一方でそれを受けられるようにあの受け入れ枠でありの拡大ですとか、まあ、そういった取り組みをしておるところですけれどもあのこの年度28年度の目標に対してどうかということにつきましてはあのー、まあ引き続き しっかりと対策必要だと思っておりますけれども、あの現状の中で何とか対応を、この目標を達成できるようには、あの取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております加藤委員あの、えー。具体的なことで言いますと、ですねあの27年度末の,あの計画で見ますと、 全市34箇所に分けてあの保育の提供区域あのお示しになっておりますけれども昨年度末の,あの段階で認可保育所にこの焦点が出て,て見てみますとあの受け入れ枠の不足があの全体の3分の1近くにあのなっていると。 いうことでありますしあの29年度があの計画のめどということになってますけれどもあのその29年度の末もですね、えー、全体を見ますと565人分の,あの見通しが立っていないとこれあの相殺せずに見ればですねあのいうことになっておりますあの例えば中業1とかですねこれで言ったら、まあ えー、計画の目処の,の年度でも206人分あの不足をするっていうようなことでありますし、えー、上行2などもです、ね、あの95人分あの不足をしている状態のままの見通しということになっておりますので、あの具体的手立てっていうことも、もう一方で迫られてるのかなというふうに思っているんです。でまあ、こういういい状態についてですね 今の,あの待機児がこれだけ増えてきているということとの関わりだけではなくって、あのこの29年度を見越してもです、ね、かなり厳しいなという実感が私自身はするんですけれども、そのあたりについてのご認識とあの具体的手立てについて、どういう方策を講じられようとしているのかということは、あのお示しをいただきたいと思います。西村部長 はいあの計画に掲げました保育所等のまあ拡大枠のお話かと思いますあの二十七年度も確かにあの満たすと申しますか積みのこしがございますしまあ、今年度も、えー、保育所五百八十新たに枠をあ新たなあの拡大をしておりますけれども、まあ、目標との関係事己計画との関係ではあの少し下回っているということはまあ確かにあの事実でございます、えー、中業あるいは海業につきましてもあの定局以降で見ますとまだあの ベドが立ってないなということについてもあのその通りでございますけれどもあの私たちとしましてはあのなんとかあのそれを指をあして 法治をしていることではなくて、なんとかの計画通り、り、内閣も含めまして、保有所が設置できるように、えーまあ、最大限と申しますか、できることはあの現在も取り組んでいるところでございます、まあ、いろんな法人さんの方にも、あのこのエリアでの実施ということで、お願いもしている経過もございますけれども、まあ、現時点でまだメドも立っておりませんし、まだメドの立ってな、ね、いお話をちょっとご報告はできないんですけれども、あの我々としては、決意の表明に留まるかもしれませんが、 残っている部分も含めまして29年度末に向けて最大限努力をしてまいりたいというふうに以前にも申し上げさせていただいたんですけれどもやっぱりあの一生懸命取り組んでいる中でなかなかメドが立たないというのはあの客観的な条件が、ね、本当に厳しいということだと思うんです。土地代が高いとかあの なかなか用地確保が困難であるとかそういうその客観的に困難になっているハードルをですねどういうふうに超えていくのかという方策がないとですね決意や思いだけではなかなか達成できないというふうに思いますのでそこはの具体的方策をぜひともあの取っていただきたいということはあの求めておきたいというふうに思います。代表質問問ののところであの3歳児以降の問題もも指摘をあのさせていたただきましたけれども 小規模保育のところですね27年度が新制度スタートですから新しい制度になって小規模保育がかなり増えておりますでその小規模保育に行かれていたお子さんたちがです、ね、今度3歳児に上がっていかれてそこの受け入れ枠が課題になってくると思うんですよね。 でそれがそもそもこの京都市の計画の中に見込まれてるのかどうかあのそういうことも見通して計画を立ててるんですよということであればあのご説明をいただきたいというふうに思いますし私はその点も踏まえればです、ね、あの増やす分の計画の全体総量の半分が認可保育所という比率はやっぱりちょっと低いんではないかなと。 これもっと認可保育所での受け入れということを増やしていかないと、需要は満たせないんではないかというふうに思っておりまして、その点はどんなふうにお考えかということが2点目、それから29年度で頭打ちという計画になっているかと思うんですけれども、これで本当にいけるんだろうかということも感じておりますま。トータルにですね 認可保育所での受け入れ枠を増やすという方針を持つ必要があるのではないかというふうに考えておりますけれども、この点のご認識はいかがでしょうか西村部長。はい、あの事業計画の中で、えー、新たにまあ拡大をし,していく保育ニーズにつきましては、まあ、保育所で2分の1、えー、小規模で4分の1、残りを、まあ、4分の1をまあ扱り保育でという。 目標をを定めまましして取り組みをしておりおすでご指摘のとおり小規模から上がってくる子どもたち3歳児の受け入れが円滑で進むということが非常に大事なことでございますので1つは先ほど申したかもしれませんが幼稚園の扱い保育をより利用しやすくなるようにということで現在福祉省の方から働きかけをしているところが一点それと小規模保育所と幼稚園なり保育所 の連携ですねこれも今年で4月1日で84か所の小規模事業所がございますけどもそこと連携をされている幼稚園保育所につきましては保育所ですけどもポイント制で10点の加算をしてより利用したくなるようにということで取り組んでおりますけども現在80のうち必要のない施設もございますので母数は80になるんですけども75の施設で 75%、60箇所の小規模さんが3つとも連携施設が確保できております、であの入所の連携だけいますと、66施設ということで、80施設のうちの80%強でございますがが連携ができていると、これについ連携施設が確保できているという状況でございますし、私ども,も、さらにこの連携施設の拡充、これをより広げてまいりまして、円滑な受け入れ ができるようにということで、取り組みを進めてまいりたいと思います。で、あの認可法務所がで対応する必要があるじゃないかというご意見につきましては、あのご意見としてあの賜りますけれども、あの冒頭申しますように。全体この3カ年の経過で申しますと。とも半分を保育所でということでえ、経過を作ってまあ、現在鋭意に取り組んでいるところでございますえ。今後、29年度。 でまあ、どうかということにつきましては先ほど申しましたようにその時点で、えー、状況を踏まえましてさら、えー、なる拡充が必要なのかどうか計画の見直しが必要なのかどうかにつきましては、うん、子育て会議のご意見も踏まえまして検討してまいりたいというふうに考えています加藤委員あの利用調整という話で伺っているのではなくてです、ね、あの普通に考えて小規模保育所に行っておられたお子さんが3歳児になられると。 いう際には認可保育所がま基本になると私は思っているんですけども次、ステップどういうふうに受け入れていただくかということは課題になるかと思うんですよね、数的に。それがこの京都市のあの受け入れ枠の計画にあの数的に見込まれているのかどうかっていうことがあの知りたいと思っているんです。どううでしょうか西村部長 はい、計画上、小規模からの移行につきましては、既存施設の活用ということで、具体的には幼稚園の預かり保育を活用していただくという前提で、計画を作っておりますかわいいあ失礼しました、加藤,あ加藤委員あの、えー、と今のご答弁はそうしますと,、えー、と、小規模保育に行っておられた方は、すべて幼稚園の預かり保育に行かれるという前提で、計画ができているというご答弁ですか。 西村部長あの数字上は、まあ、そういう考え方でございます加藤委員あのそれはですね、ちょっと実態とは合わないんではなかろうかなと、あのそれはもちろんあの幼稚園の預かり保育っていうことが具体的にニーズとしてあの合う方もいらっしゃるかとは思うんですけども、基本はあの保育所に入りたいと。 保育ニーズの方だと思うんですよねでむしろお子さんが大きくなられるということでいえばあの働きに行かれる時間なども延長されていくっていうような,、ね、な長時間働かれるっていうようなことになるだろうというふうに思いますしパートやアルバイトでっていう対応してこられた方がです、ね、あの正規雇用でっていうふうにあの大きくなられるに従ってあの変更されてい行かれるっていうことですからあのそういう傾向があの強いと思いますから。 むしろあの保育所での受け入れっていうことがニーズに合ったものになるのではないかなというふうに思うんです。その点ではあの保育所で受け入れるっていうそのワを一定想定されるべきであろうというふうにあの思います。その点はの改善を求めたいというふうに思います。えっとその上でですねあのえっと来年のあの四月の段階で。 小規模今、小規模保育所に行っておられる方で3歳児さんになられる方がいらっしゃると思うんですけれどもその人数をですね行政区別に資料として整えていただいて提出をいただきたいというふうに思いますペーパーでいただいたほうが分かりやすいですので資料請求をさせていただきたいと思います。重ねてこの点では 以前から言ってまいりましたけれども認可保育所っていうことこでの受け入れ枠を増やすという計画に変更していただきたいというふうに思います2点目もこれで終わりにしますけれどもこの間ですね平成貴族保育が充実編という広報ですね京都市の。 これについて、私ども、共産党の市会議員団として、待機児がゼロっていうこの宣伝については、事実に反するということで、これ、や,やめていただきたいということを申し入れもさせていただいてまいりました。先立っての経済総総務委員会のの合企画局の審議でも あの我が党の樋口議員が、えー、今のこの保育をめぐる実態とこの広報 CM のゼロという問題の乖離離ということについてあの局にです、ね、認識を正しておりましてそのときのご答弁がです、ね、あのこういうものでありましたあの2つの事実があると1つは保育関係者の尽力で国基準でゼロを達成したという事実これはの相対的に子育てがしやすいという面だとで2つ目は とはいえ、希望する保育所になかなか入れることができないということで困っておられる方がおられると潜在的な待機児童がおられるとこれも事実だとでこの2つの事実があるけれども広報としては1つ目を採用して広報 CM として全社を発信していきたいというふうにあの言われたこれがお答弁でありました。 で今、ですねあのこの10月1日時点であの9時基準においても待機児童が発生をしているということが、まあ、すでに明らかになったわけでありましてあの今回のことで言えばこの2つともが崩れているということが公になったともう前から分かっていたことではありますけれどもあの明らかになったということであるというふうに思っています私はこの CM についてはですね あのインターネットも含めてこれはあの事実に反するものですのであの中止を総合企画局に対して求めていくべきではないかというふうにあの思いますがいかがでしょうか。西村部長、えー、とあの広報の件でございますあのまあ中止を求めるべきということでございますがあのテレビ放送の方はまあもう。 20日、11月20日で終了していると思いますインターネットということかと思いますけども、もまあ、そういったご意見があったことにつきましては、まあ、私どもからもお伝えをさせていただきたいという風に考えております。加藤委員まあ,あの わざわざですねこの10月1日時点の発表を待たなくてもですねあの4月1日が終わればすぐにでもあの待機児童ゼロが1になっているというような様相であるということは皆さんご自身も重々分かっておられることだという,ふうに思いますのであのそういうことをあの十分踏まえずにですねあの広報 c、M、を作るということ自体は私は本当にあのこれは認められないなとうう思っておりますのでぜひとも強く言っていただきたいと思います終わります。 例えば加藤委員からよくになりました、来年4月時点での各行政級5等の3歳児の人数ですか、はい、リーシャ、どうぞ、西村部長。はいあの今年度4月1日の状況でよろしいですね、はい、あの白っつって提出させていただきます。はい、来年度ですねはい加藤委員 来年度4月に産歳児として小規模からあの出られですね次のあの、えー、保育所なり幼稚園なりに進まれる方の人数ですね行政区別で。はいあの資料として提出させてきます、えー。理事者提出できるとのことですので委員会資料で提出を求めることに合意ありませんか。合意ありませんので委員会資料で提出を求めることに決定いたします。えー、進行いたします。可愛い二問目ですねどうぞ。 続きまして、保育所の職員確保の取り組みについて質問します。主にはあの子供たちの安全をどう確保しながら保育していくかという点なんです。先日、あの西京区の保育園の園長先生、主任先生、保護者の方、そして議員との懇談会がありました。その中で出されていたご意見なんですが。 精神幼児園のプールでの死亡事故があってからそれはもう京都市も含め保育園の関係者皆さん命守るということでそれまでにも増して安全確保に最新の注意を払って保育されていますとりわけそのプールですけれども事故を起こさないためにということで必ず 複数がついてプールの指導プール遊びするということなんですが職員が十分確保されない時はプールを中止するなど保育内容にも影響が出てくるような時もあるとおっしゃっていましたまた園長先生も出て園総出で夏のプールは乗り切ったというような話があったんですその中で 本来であれば保育士がそこに関わるというのが私は当然だと思っているんですが今、現状でいうと保育士確保に苦慮されているというもとでせめてこのプールの時期子どもをしっかりと安全確保のために監視ができるその専門の人い入れることなんかも考えてもらえないだろうかという,ような声が上がっていました。 まず一つはこういう声を聞いておられるかどうかということと精神幼児園の事故があったもとでどうやってこうプールを水の安全ですね確保しながら保育するかいろんなあのマニュアルなんかも出されているのは承知していますが人を新たにこう確保できるようなそういった対策が京都市として講じて 来られれたたのかかどううこれ2点目伺いいいいというふうに思いますそれともう一つこの安全の問題で子どもにまあ急変するような事態があった時にいくら看護などの研修演習実習をしてたとはいえやはり保育士が慌てて判断できないような時もあるとそんな時に看護師さんがおられたら冷静な判断を得られるのと。 のでではないいかととうことで実際にまあ1か円では無理だけれどもあの同じ法人で看護師さん確保されたという話もされていたんですが、えー、看護師さんを確保するにあたってもやはりそこにあたる費用なんかもあの保育士に比べて看護師さんの給与というのは高かったりもしますし苦慮もされていると思うんです。 これについての京都市のお考えと、実際にあの現在、京都市内で、各保育園で看護師さんがどれぐらい配置をされているのか、その状況を知りたいですし、また具体的に資料がいただけたらと思います、まとめて質問しましたが、ままとめて答弁お願いします西村部長。はいあの 児童たちの安全確保ということでプールの事故を踏まえまして事故を再発させないということでマニュアルですとかを作成し研修あるいは訓練ということをやっていただい,ているところですで具体的にはプールの場合は使用する方と監視をする先生を分けてくださいというこれはルールといいますかお願いをしているところですこの方は必ずしも保育士さんでなくてもかわらないというふうには考えておりまして先ほどおっしゃいましたような園長さんですとか保育保障の方がいらっしゃればそういう方でも対応は可能だと思っていますただの そのための専任の方をさらに配置をするということでの支援ということをご質問されているのかなと思いますがそれについては特段やっているものではございません保育士さんのただそれと合わせましてただこのことについての要望これについては伺っているところですであと看護師の配置につきましては現行の基準条例上も不足の中で1名に保育士 一部に限っては看護師さんですとか、潤科医師さんですとか、保健さんがあ、なえることができるという規定になっておりまして、現に私の教たちは12名、全部の民間で12名だったと思うんですけれども、そういう方が配置といいますか、採用されているという状況でございます。プールのの安全確保の問題では お声は聞いていただいているということでしたけれども、あの実際には支援はないということでした、一つは、まあ、保育士が確保ができる、そういうような状況で根本的な施策を打っていくということが大事だと思うんですけれども、あのこういった要望にも、本当に命に関わるところなので、応えていただきたいと思って。 思いましたそれと合わせまして、えー、その人を確保という点で言えば根本的な配置基準、えー、全国的に見て国基準よりも良いとは言うもののその中でも例えば、えー、2歳なんかも4対1にしてほしいということがあの予算要望の中にも具体的にあの明記されていましたけれどもそういうあの改善 の声というのはあの一つ一つ切実な声ですしまたあの調理員さんのところでもねアレルギー対応命に関わるようなあのことがあるわけですねアナフェラキシーであのショック症状が起きたりとかするときにそういうあの具体的なアンケートを取られた結果が今回の予算要望書には示されていたと思うんです。えー 保育士であれば例えば定員外が入った時に下配の予算がつけられたりするけれども調理師のところではまあ保育士のようになかなかそうはいかないという実態もあるというふうにおっしゃっておりましたあの保育所は保育士はもとより栄養士さん調理員さんそして 園長先生主任、主任さんの専任官も言われてましたが、さまざまな方をひっくるめて、子どもたち守っている、その人員体制の強化を求めたいというふうに思います、それと、先ほど、看護師さんの問題では、12名ほどおられるということだったのですが、どういう形での配置になっているか、それも含めて、もう少し詳細な資料をいただきたいと。 いいうふうふに思います、はい、西村部長、はい、あの保育士さんの配置基準のさらなる見直し、調理師さんなど、あの保育士く方々の専門職の加配というご要望でございます、あの保育団関係団体の皆様からもあの、園長さんの方からもそういった要望はあの受けております。あのただ一方であの 自然増と申しますが、どんどん保育のあの利用も伸びております。非常に財政の状況もございます。ま、そういった中で、あの優先度をつけまして、あのできることはあのやっていきたいと思いますが、あの市だけでの取り組みということではあの対応できませんので、ま引き続き国に対してもあの要望して参りたいと思います。で、あの調理師さんのお話もございました。まあ、確かに加配ということではないんですけども、来年度のポイントの中でまあ、保育士さんだけではなくて。 医ろで働くその専門の職員の方々、まあ、この確保が非常に大事でございますので、えーまあ、入所にあたってのポイント性を加配、まあ、を、まあ、10点の加算をさせていたくというようなまあ対応をしているところでございます、えー、先ほどの,あの看護師さんの件でございますけどもちょっとあの私ども常勤については把握をできているんですけどもあの非常勤につきましてはちょっと把握できてないでございますので常勤、まあの看護師さんがどれぐらい。えー の資料につきましては、相談させていただきます川合議員、えー、に確認しますが、あの市内保育園での看護師常勤の配置状況、この資料置きでよろしいですか、はい、理事者、再度提出できるかどうかご答弁、はい、西村部長、はいあの、提出させていただきます、はいえー、理事者、提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか、ご異議ありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。 この件に関連してございますかはいそれでは進行いたします大津副委員長はいえー、っと私も保育園の件についてあの二点ほどまず確認させていただきたいと思いますであの今も議論ありましたが10月1 でまああのいわゆる待機児童と潜在待機児童がえ出ましたとでまあ人数見るとあのまあ増えたなという印象もありますしえそもそも申し込み児童数の増えがやはりこんだけ多いとなかなかまあ対応難しいなというのが率直な感想でありますでえっと今日ちょっと確認させていただきたいのはまああの今回そのえ10月1日時点の状況についての資料をいただいてますが裏面に行政区ごとのまあ状況がありましてえ特定の 保育所等を希望をされる方の行政ごとの人数があります。で、県だって先ほどにも議論上がってましたがあの29年度末に向けたまああの提供保育提供区域ごとの、えー、まあこれから確保していく人数であったり、えー、足りない人数っていうのがまああのずっと数字が出てるわけですが、こざっと見比べると何、えー、ていうんですかね例えばまあ典型的なところで言うと山梨区なんかは。えー 区域ごとの確保状況で見ると、えー、そんなに足りないことはないのかなという印象なんですが、まあ、10, 10月1日時点のを見ると100人を超えてるような、まああのー、希望のところに入れなかったという人がいたりちょっと何ていうんですか、ね、その数字が印象が各行政ごとに違うなというのがあるんですでおそらくまあ隣接の区域に行きやすいかとかですねあとはその提供区域の広さがどうかとか、まあ、この辺が影響してるんではないかなと思うんですが、あのー、提供区域ごとの人数だは ちだけで見てると、ちょっと見えてこないような、あの要は保護者の希望とのずれが出てるのではないかなと思ってまして、この辺のちょっと分析を聞かせていただきたいと思います西村子育て支援部長、はいあのまあ。提供区域ごとに計画で今、進めておりますけれども、まあ、その進捗ょくに多少のずれが生じております。でまた一方あのやっぱり保育の 利用される方々につきましては、できれば入りやすくなったということで、申し込みもされているということもございまして、ちょっとそのズレは確かに生じているというのは事実かと思います、ただ私ども自らとしても、こういう規模が多いところを、特に重点的には対策をこれまで取り組んできたところではございます。 大津副委員長はいわかりましたあのまあ私もこれその正確な原因が分かってないところですのでまたぜひちょっと分析していただいてあの今後の計画のあの何ですかねこう一つの目処目処といいますか参考にに入れていただきたいなと思いますこの提供広告で埋まっているのに希望のところに行けないとかいう人が出てきたらこれ本末転倒ですんでちょっとその観点を入れていただきたいなというのが一点ですでもう一点はあの同じ保育所なんですがちょっと人数のこととは別でして。 あのせんだって中業の議員団と保育園長会との懇談がありまして、まあ、そこで出てきた話なんですけども、えーまあ、いわゆる保育 まあこれそもそも保育士がぎりぎりだからこういうことが起こっているんだと思うんですけどまあ縁としてはやはりあのお盆と年末年始とあと年度の切り替わりの時に休園日をある程度まあ作りたいとまあそうするとなかなか保育士のお休みというのを準備できていなくてまあ採用にも当然響きますし働いている方のことも考えると用意してあげたいという。 ご要望がありました一方で私実際自分が保育園に子ども会話してますけど保護者のつながりでお話をしていると年度末の3月の終わりとかに救援されたかなんていう声も 保護者の方からは出てます。で、これあのまあなかなか両方の言ってること分かりますんで、難しい問題だなと思うんですけどで、これあの保健福祉局としてはこのね。年度末であったりとか、正月、あとお盆のこの保育園が休園日を作るということに対しては、どういう見解を持っていて、どうしていくべきだというふうに今考えてますでしょうか？西村部長 あの基本的に休園日につきましては、今おっしゃいますように、園の,の事情で設定したということについては、だめだということで、常にっぱ指導しているところでございます。大津副委員長、えー、ということは、基本的にはまあ保護者の意見を尊重して、園、えー、に関しては基本的には開いてくださいというスタンスということでしょうか西村部長。あ失礼しましままたあの基本的にはそういういいことでございます 松副委員長わかりました。まあ、これもちょっとあの双方の意見があって、私もどっちが正しいというのは自分でもないんですけども。まあ一応その延長会からはちょっとその何ですかね？ま働いている方のちょっと休日をある程度作ってあげないとまさい。ま人員確保にも響いているというような声がありましたので、これもちょっと。まあ、ちょっと中長期的に検討していただきたいなと思います。これはほなご答弁お願いします。上の子育て支援政策官。 保育につきましてはあくまでの保育を必要とするときに利用できるというのが大前提でございますのであの支給認定を受けて保育所を利用できるからといって例えばそのお休みの日ですねあの休業日もあの保育所を利用できるということを。 あの言ってるわけでではありませんの,であの保育園の都合でこの日を休みますという休園日を設けてはいけないということはあの保育家として指導をしておりますしそれはあの年末年始の,まああのところであってもです、ね、あのお盆であってもそうなんですけれども例えばあの最近あの週休2日の方も非常に多いとそういう中で土曜日本来お休みなのにまあ預けたら方が楽だわということであの土曜日も利用されるとそういうことは 私どもとしては認めているわけではありませんのでその辺りは園側が丁寧に保護者の方に利用いただいてです、ね、そこは相互理解でしっかりやってほしいというふうに申し上げているところですし私どもとしてもそういった支援をしていきたいと。でやはり保育士も まあ、あの労働者という立場もありますのであのやはりあのここのところはあの一般の市民の方にもご理解いただきたいんですけれども、まあ、消費者という面と労働者という意味がありますあの側面があるかと思いますが、まあ、昨今、消費者というところが非常にこう強調されてですね あの非常にあのお店なんかも長く空いてるとかまあいろんなことが起こってそこのしわ寄せがあの保育士の方に来ているようなところもあろうかと思うんですがあのこのあたりはちょっと今一度あの考え直す必要があるのかなという気もしておりましてあのそのあたりはしっかりあの縁側あの私どもも説明をしていきますからけれどもまあ縁側の方も保護者会などを通じてあのご説明いただきたいと思ってます。くれぐれぐもあの縁側の都合ででをするとといいうこははあってなならないということ ちょっと注意をしておるところでございます大津副委員長、はい、あの今のご答弁でおおむねあの納得はしているんですけどちょっと念のための確認でその縁側の都合というのは、えー、例えば、お正月とか、えー、その大晦日とかも含めてどこまでがそのあの縁側の都合かどうかの,その境目になるというかその要は本当に希望する人がいたら正月であろうがなんであろうが縁側の都合になってしまうのかその辺ちょっと教えてもらいますか。上野政策官 市役所と同じで29日から3日までは休園、どちらの園も休園というふうにされておりますけれども、それ以外の年度末とかですね、お盆とかですね、そういったところのことを申し上げております、はいえー、この件に関して、他にございませんか、はい富井まあ今、大津委員の方からね、あの質問あったときにあの、政策官が答えられた。 中で特にあの週休2日でね今、まあ、あのご両親が、まあ、お父さんもお母さんも休みの時にその、まあ、縁側として一番困るのは預かってほしいでなかなかですね預かってほしいって言われたら縁側はなかなかですね説明をしても今はあのその政策案のお話では。 まあ縁側の方から説明をしてご納得いただくようにということですが実際の話はなかなかそれが言えない例えば縁側でもですねまあ,まあ最長十一まあ標準11時間預かりになってますがそれ以上預かっててまだ土日ですね土曜日預かってほしいという親御さんがあの近年あの増えてるようでございますその実態も聞かせていただきました中にはですね あの上の子だけちょっとどっか一緒に両親の連れてって下の子だけ預けとくわっていうのはねそれ平気で言う親御さんもいる私はねあのその保育士さんの確保今非常にあの皆さん困っておられるで保育士さんの方もですねまあそういうことをまあ過去に経験された保育士さんもいらっしゃるその方々からも直接聞いてる。こういういその、まあ あのまあ保育園というのは、いつでもですね子どもが保育、必要な方に対しての保育はしなきゃならないけど、それ以外の場合は、当然、ご家庭で見ていただくということにな建て前はなってるんですが、現実の問題として、なかなかその保育園側から言いにくい、言うと、親御さんの方からいろいろあの言われる。 でまあ、保育士さんの先生方のほうにもです、ねまあ、主任保育士さんのほうにもいろいろクレームが入ったりとかです、ね、で結局は預からざるをえないというのが、まあ、実情ではないかと、まあ、そういう話をよく園長先生方からも保育士さんからも聞くんですけどもこの点、ですねやっぱりあの子育て支援部のほうとしてもやはり何らかの対策を打たないとこのままでいきますと。 あの本当にあのまあ先ほどの大津委員の話じゃないですがまあ保育士さんのまあいわゆる過剰労働といいますかねこれも生まれてくるしで保育園側の責任もですねあの本来なら責任を持たなくてもいいところがやっぱり責任を持たざるを得ないというまあこういう状況になってまいりますのでこの点についてもう少し深くですねやっぱり皆さん方の方も対応すべき ではないかとこのように思うんですがいかがでしょう上野政策官 例えば、私どもとして支援できることとしましては入所の通知の方を保護者の方に出すときにです、ね、保育というのはこういうときに利用できるものですというのをしっかり明記をした上でただ、なかなか呼んでいただけない方がありますのでそれを保育家としても責任を持って通知をした上でそれをもって保護者会、始めが肝心だと思いますので入園説明会のときにです、ね、しっかり保の 各園からも説明していただいた方が効果は上がると思いますからそういったところで連携をしてしっかり あの理解を求めていきたいと思います。まあ、過剰な要求というのがそのときはいいかもしれませんが、あの結果としてあの保育士の疲弊につながって、あの最終的には保育の質の低下になっていくと思いますから、まあ、そのあたりはお互いにあの生活者でもあるということ保育士の方もあの子どもさんがいたり生活者であるということをしっかり保護者の方にも理解をしていただいて、あの相互理解の中であの保育に努めていきたいといううに考えております。はい都民 あの政策感ね、総合理解でよく分かるんですがね、実際に実際に現場で預かってほしいってこうなると、なかなかお断りできないんですね。だから、そこをあえてね、その言えるような、保育園側がきちっと言えるような環境を皆さんのほうで作ってもらいたいという話なんですね。だから、入園時のときも当然そうでしょう。 あのそういうい保保護者に対してもね保育園の方から言っとくただ、ただね、それはあの入園時とかそあの入園の,その時の話であったりとかですねまあたまにはそういうその保育園側としてあのその保護者の方にはそういう通知を出したりはするかもしれないけどもただ、いざなった時にね、なかなかお答えできないというのが今の現実ですわ。そこに 何か、ね、手立てがないものかどうか例えば園長さんが言いやすいで保育士さんが言いやすいような状況を皆さんでいっぺん作ってもらえるような検討をしてもらえないでしょうかということなんです。上の政策官 あの先ほど、ああ保育課からつあの通知をする文書の中にまあそういった文面をあの入れていきたいということを申し上げましたけれども、それに加えて、ああどういったことができるのかというのを、各あの園長さんの方のあのご意見もお聞きしながら、それを受けてあのしっかりと対応していきたいと思います、はいはい、よすよろしいでかああしっかりと対応していきたい、お願いしたい。 ただしっかりと対応して、具体的なね対応の仕方についてはね、一つあの検討してください。そうでないと保育園持たないですわ。もう正直、もういっぱいですよ。あの、四月、いや、10月1匹現在でね、今、京都市全体1370人やったから、今ちょっと僕、資料持ってないんやけどね、今、山下もおっしゃったように、102人ですか。で、ずっと園長さんとずっと話してると、 もう目いいっぱいなんですねで4月1日以降に申し込まれた方、取りたいけども、そんなもんも、定員枠以外で取って、目いっぱいで、なんとか待機児童ゼロにしたい、だから保育園側も努力されてます、ほんまに努力されてますは、もう目いっぱいですねで、保育士さんが足らない、だから足らないから、いろんなところで声かけて、いろんなネットワークで,です、ね、少々高くってもね、まあ、この間もあの委員会で言いましたように、あの 高いお金を出して、あの何ていうんですかねあの、派遣業者さんからね、あの来ていただいたりとかですね、まあ、そうやってもういろんなことされてる保育園もいらっしゃるし、でそういう中で、そういう中でですよ、あの取りたいけども取れない、で先ほどの,あの小規模の保育園、連携保育園ですね、もう皆さんも一生懸命ね、 やっていただいたらよ、よく分かってます、なんとか保育園、なんとか連携になってもらえないか、問題は3歳児以降ですね、幼稚園ではないわけです、先ほど議論あったようにね、これはやっぱりどうしても親御さん保育所を入れたいんですけども、ところが、その保育所の声をかけても、そちらの方のの、ね、皆さんの方も声をかけていただいてます、保育園、ところが取りたくても、ても自分のところはもう、底品枠、一 ででももももととっってもやっててやんすすから優先はどうしても自分のところになりますねだから連携したくっても他のことは連携できるけども3歳児からの連携はもう,でもうそれは勘弁してくれと自分のところのいくら加点があってもですね加点があるとそっち優先になっちゃうからだから皆さんあの敬遠されるわけであって。 でそういうことで保育,園と保育園側と民間の保育園側としても一生懸命悩んでおられるときに今度、さっきの話の土曜日ですねそういうことになってくると本当にこれで将来やっていけるんやろうかっていうこの間、実はそういう話もずっとやっておりましてでその辺、ですねまあ当然皆さんの方もあも行政側としてもですねその辺は非常に危惧されていると思うんですけれどもしかし、何らかの形でですねあと あのきちっとフォローしてあげないと、本当にこれからのね、保育園のね、事業っていうのは、ますますね、厳しくなるばかりだなと、このように思っておりますので、ぜひ一つ、具体的な検討をね、していただきたいし、具体的にこういうことをやりますということを、連盟なりですね、日本保育協会なりの,あの先生方にぜひね、言っていただけるような、そういう体制作りをしていただきたいと、このように思います。よろししくお願いします上野政策官 今あの方からご指摘いただきました件について本当に保育園の方が日々大変な努力をしていただいているということは十分認識をしておりますし国定義の待機児童ゼロの達成についてもです、ね、当初、私どもの方の整備担当がまず整備をして それからその次に各保育園の方が入所の受け入れについて最大限のご努力をいただいてそして最後は福祉事務所の調整ということで3社の共同作業がないと成立しないものだと思っておりますしとりわけ民間保育園の先生方には本当にご協力いただいているというふうに思っております。こういいったた京都の質の質高い保育が継続できるためにはやはやり 保育士さんが元気でしっかり働いていただかないとまあ成り立たないわけですからまあ保育士さんの働きやすい環境整備というのが私どもの,あの使命でもあると思いますで今その土曜保育についてですねあの先ほど言った以上の,あの妙案というのを今あの持ち合わせていないんですけれどもあの各園の先生方のご意見も聞きながら京都市としてあのどういったことをすれば園の,の方があのまあ言いやすくなるのかそういったことも含めてご意見をしっかり聞いてあの最大限あのしい りあの保育士の方もあの働きやすいそういう職場を作るように努めていきたいと考えております、はい、この件に関連して、他にございませんか、えー、なければ進行します、大津副委員長。 続いてですねあの少し前に取り上げさせていただきましたあの動物愛護センターの、えー、とワクチンの件ですであの、まあ、前回の時にその獣医師会であったりとか京都府との連動があるので京都市単独ではあのすぐに何かをという話ではあったんですけど犬、えーまあ、コロナウイルスのワクチンが、まあ、その世界小動物獣医師会が非,非推奨にしていて まあこれはそもそも効果があるかどうかが科学的に証明されていない上えにまあ副作用があって危険な面もあるので非推奨ですよということでまああの京都,の,京都の,その動物愛護センターでトリミングであったりドッグラウンを利用しようと思ったらこれ受けてないといけないということでまあこれをまあできれば外せないかという話をさせていただいたかと思いますでえっとその後、多分まあ把握されているかもしれないんですが そのウイルスワクチンを作っているメーカーのほうが犬コロナウイルスの対策のワクチンを製品の有効性に関する品質管理試験の一部に問題があったということでその製品の有効性に疑いがあるのでということで自主回収をするという発表をされて自主回収をされているそうなんですがこの辺の事実を把握されているかというのとこれも踏まえて え、先だってからまあ、例えば京都府であったり、重視師会も含めて何か議論で進展があったかどうかの確認をさせてください。中田谷保健衛生推進室生活衛生担当部長あの議員ご指摘の自主回収の件については、あの、私どもでは把握はしておりませんでした。あの今、あの現在のところはあの。 特に、重視会等々、情報交換等はしていない状況でございます。今のご指摘を受けまして、重視会等々もお話をしていきたいというふうに考えます。以上でございます大津副委員長 はいわかりました、まあ、話していただけるということですのでまた進捗がありましたらぜひちょっと教えていただきたいなとでちなみに私が今申し上げたのは株式会社微生物科学研究所というところが発表されていて、まあ、自主開始をされておるとす。であの えっと京都美県のキャナイン六ツ SL ですかねとキャナイン九ツ SL というのをまあこれ全部イロコロナウイルス関係なんですけど自主回収されておりますのであの一応確認の上、えー、進めていただきたいと思います以上ですよろしいですかこの件に関連して他にございませんかなければ進行いたします田中委員 えー、もうあの昨日もずっと議論があった中で、子ども、若者、ハウ組局、まあ、いろいろ最終的な、まあ、議論もあったのを踏まえてです、ねまあ、総括的な、最終的に聞きたいというふうに思っております、まあ、いろいろと私も、えー、地域の方とお話して、これできるんやでって、まあ、この委員会でも何度も言っておるんですが、なんぼ言うてもなかなかあの、どんなんやって言うても通じないところがまだあります、そういったことを踏まえて、まあ、あの総括的にです、ねまあ、改めてではございますが、 この、えーまあ、この子ども歯ぐくみを作るまずきっかけと、ですね、まあ、あのこれ作って、どこにどういう考えで持っていくのか、そういったことを改めてお聞かせいただければと思います久保歯ぐ育み局の創設でございますが、あの昨日来議論を出しておりますように、子どもと若者の,、まあ、のあらゆる政策を融合して、一体的にしていく。そしてまああの新たな、えーと 施策等を生み出していって保管文化を作っていこうということでございますそしてまあ,あのそれぞれあのまあ、例えば生活保護とかですと保健福祉局に残る分があるんですけれどもそうした業務についてもあの切り口として子どもの貧困等についてはしっかりと連携していかなければならないということでこの機会に融合すべきものは融合して連携すべきものは連携方策も確立をしてあの一体的に進めていこうということでございます田中委員 も,うあのぜひともそういった部分あのしっかりとまたあの候補もお願いしたいと思いますし。まあ、それと含めてですね、おそらく、我々、えー、今度ここいったきょできるんやでと言った時にですね、おそらく、名前のことも、これどういう経緯でこうなったんというのも聞かれると思うんです。そういった部分もですね、簡単に私らが説明できるようにですね、どのような、えーまあ、この名前の、まあ、名称の決定までの過程にですね、そういった部分をお聞かせいただければというふうに思います。久保部長 まずあの当初、子どもでスタートしたんですけどもやはりあの若者についてもあの一体的に支援していくまあ先日の例で申し上げますと引きこもりといったこともございますしそういうあの一定の幅を持った子ども若者についてあの切れ目なく支援をしていこうということで子ども若者ということでと考えております。につきましてはあの 一番大きいのは今、子どももそうですし子どもを育てる保護者の方も非常に孤立している地域から孤立もしていますしあるいは保護者同士へのつながりも薄まってくるという中でそういうつながりを えー、作っていこうということで、1人ではできない育みということを、まあ、お互いに成長し合っていくということも含めて、育みということで進めていきたいと、あしてもあの少し長いんですけども、あの子ども若者育み室ということで、あの歯育み局ということで、局名を決定してまいりました。あの今後はの 進めていかなければならないのは、若者の面と子どもの面の融合についてはの課題であるということで、先日も申し上げましたが、そういうことであの新たな施策を生み出していくということも含めて、育んでいきたいというふうに思っております田中委員あの今、まあ、ちょっと長いということも言われたんですが、まあ、私自身もちょっと長いなという部分はあるんですけど、まあ、そういったことも踏まえて、まあ、いろいろと、まあね、流れそういった思いがあってやったと。 ま最終的におそらく私が今まで質問している中では今、今司会でこれ学省が取れるという認識で思っておるんですが、そういった認識でよろしかったですかね。久保部長。あの条例を議決いただいて決定することでございますので、この司会であのご,ご議決いただければというふうに思っております。田中委 分かりましたまあ,あ、のねもうある程度、皆さんも議論をいただいている結果だと思いますし、まあ今後はあの先ほどもこの局の流れというのと一緒で,で、すね今後はこれ、まあ、ある程度条例で決まりました、さあという時にですねまあ市民の皆さんにこれを伝えていかれるのが今後、大きな仕事になってくるというふうに思っております、まあ、中身については、ですね委員会、また予算の委員会でも、ですねル,ルール詰めていただいておりますし、そういった部分も含めて、これ、どのようにですね、この まあ同じことを何回も聞いていますけど、周知、徹底、また広報,かつ広報していくかれるのかという,ふうのを、ま,まだあの具体的に出てない部分もあると思うんですけど、お聞かせていただければというふうに思います久保部長。今回の周知について、2つの方向で進めていかなければならないかというふうに思っております、1つはあの先ほど先生おっしゃっていただきましたように、この議決がされましたら、大きな枠組みとして子どもハグ局ができます。 それの目的と主な職案業務等については積極的に周知をしていく広い枠組みについては条例議決後に進めてまいらねばならないと思っておりますのでこの十二月からできることについては積極的にしていきたいと思っておりますもう一点今回局の業務もそうですが区役所の窓口も業務が変わりますのでこの窓口でこういうことがあるということで過渡期に混乱がないように事業の見直しを充実と合わせて あのどういった、どこの窓口でやってたことがここの窓口に来るんですよということが分かるような形で伝えていきたいと思っております、最終的には子どものことはここへ行ったらええんやということが、ああ実績を積む中で、市民の方に浸透していけば、それがあの一番大きなメリットになると思いますので、過渡期をさまざま混乱があるかもしれませんが、最小限にとどめて、最終的にもあの子どものことについては、あそこ行ったら大丈夫やでというふうに言っていただけるような、そんなふうにあの徹底をして、周知をしていけるように頑張っていきたいと思っております。 田中委員、まあ、あの大変これからご苦労その部分もあると思いますし、まあ、言っていただいたら本当に子どもの言こと言ったらここやでというのがあの一番の争点になってくると思いますのでぜひともしっかりと伝えていただきたいというふうに思っておりますし。し あのそんな中で,です、ね、われわれもいろいろと資料はいただいて、まあ、これはどこにあって、こういう部門だからここだという資料はずっといただいておったんですが、われ、まあ、我々委員会としてです、ね、札幌に行かせていただいたときにです、ね、あの保部長もおられたと思うんですが、まあ、札幌市の資料の中で,です、ね、まあ、現状とこの変わった後、まあここは何回か変わってるんで、変遷がずっとあった資料があったというふうに思っております。今、まあ、今後おそらく今ののが,がどううなるかっていうのを ま,あまだ具体的にすべてが決まっておらないので、出すのは難しいと思うんですが、今後、そういった部分をです、ね、あの我々にも、我々私らにそういった部分で作っていただけることがあるのかどうか、お聞かせいただければというふうに先ほど申し上げましたように、最終形がどうなるかということと、過渡期にどう動くかということは非常にあの説明していく必要があると思っておりますので、しかるべき時期にあのあのご示しできるようにしたいと思っております。よろしいですか この件に関連して他にございませんか？はい。大動員。えっとすみません。1点だけ、あのちょっと確認をしたいと思うんですけれども、あの子供育み局でえー、若者育み局ということで、あの本庁の方にまあ、総合的なあの一元化されたものでなるとで現場の方ではですねえー。今日ご説明になりましたように、子供えー、育み室ということで、まあ、若者が抜けるわけです。まあ、文字としては？ でただあの、これはこれで分からんでもないんですが、現場の方うで、まあ、市民の皆さんが一番近いところでご相談になると、でも、区役所に行かれる状況になると思うんですね、その前に、あの市民新聞等でもおそらく、子ども、若者、育みんができますよという,ようなことになって、まあ、広報を周知される、一方で現場に行くと若者がないんじゃないかということでの、まあ、混乱というんじゃないですか。 あの誠意ある対応が求められる場面がです、ね、結構あるんではないかと、区役所の現場ではです、ね、とあると思うんですけどその場合、あの今のこの新しい体制の中で,です、ね、若者に対する支援のアプローチ、サポートというのは、具体的に区役所ではです、ね、どういう形でフォローされるのか、これだけお伺いしたいと思います。熊部長 まず局のほうは子ども若者はぐみ室として1つになります、そして市民のより身近な相談窓口は今の時点では2箇所になるというふうに思っています、1つは区役所に設置します子どもはぐみ室、もう1点は主に青少年の相談を受けております青少年活動センター。 この2つがあの相談の窓口になります。まずそのことをしっかり周知をしていきたいというふうに大きな枠組みでは思っております。もう1点はあの次のステップになるかと思うんですけれども、今、青少年の相談をここで、まあ、青少年活動センターでこういったことをやっているよということがあのしっかり区役所の窓口でもあの連携をして情報提供ができるようにしていく、それがあの2段階目であるというふうに思っています。 将来の子ども育務室局、こども若者育み局のものが考えていくことかとは思うんですけれども、その両方の連携を深めることによって、あの新たな施策が見出していければ、またあのよりあの連携なり、役割の充実が図っていけるというふうに思っておりますので、その3段階で、しっかり混乱がないように充実をしていきたいというふうに思っております。大員。名称だけでですね、まああの、政策推進ができるということには私も思ってないんですけれども。あの 特に若者のです、ね、自立支援とかあの引きこもりの支援に対しまして、ね、よく相談を受けるのは、推、まあ、職ができないからなんとかならないかとかいうこともありますし、だけどほとんどの場合、ですねやっぱり引きこもりの方はあの精神的に非常に病んでいらっしゃる方が多いと、で保今,今でいうその保健センター、保健所です、ね、の,あの精神保険の関係者の専門家の皆さんにも、 サポートで訪問してもらったりっていうようなことでいろいろまあ現場ではあの非常にこの寄り添ったがけないがん部分が、まあ、あ,るあるんだと思うんですね。で今回のこの、えー、制度体制整備の中であの間違ってもです、ね、あの子どもは育み室ですから若者はあの扱ってませんとかあのここ行ったらどうですかといういわゆるたら,たらい回しというようなイメージにならないようにです、ね、あのこれは職員の皆さんにしっかりとあの新しい体制であるがゆえにしっかり民に寄り添うと。 いう構えをですね、やっていただきたいなと思いますので。まあ、周知期間を含めて、あの、来年の。あの、四月からの体制になりますので、あの、よろしくお願いしたいと思います。はい、久保部長。あの、おっしゃる通り、あの、たらい回しにならずに、しっかりと、あの、適切な情報を伝えるということが一点大事や。というふうに思っております。もう一点、あの、引きこもりの関係で申し上げますと。あの、今、あの、支援課に置いてあります、あの、安心支援員、あの、狭間であったり。 あるいは特段の今、施策を受けてない状態で支援を必要とする方については、そういった安心支援が一定の実績を上げてきておりますので、そういうことも含めて、それぞれの窓口で安心支援の活用につながるようなアドバイス、あるいは一緒に関わっていくというようなことができるようにしていきたいというふうに考えております、はい、上野政策官。若者に関してはあのあの 追加して申し上げますと支援を必要とする若者といのは今久保部長がご答弁したとおりだと思うんですけれども今まで若者というのが文化市民局の中の一つの課で所管していたところが局の名前に若者というふうにつくとで非常に少子化が進む中で若者の活躍というのは非常に期待される世の中になっていくと思いますので例えば区役所のまちづくりとかです、ね、そういったところで若者が活躍できれっというふうなところもしっかりと あの打ち出していけるようなそういう仕組みというのをあの公役所とも連携して行っていきたいとこのように思っております。はい、えー。他にございませんか、えー。なければ進行いたします。加藤委員。えっとまずあの養飼料社施設の避難応急体制についてあの伺います。あのこの 京都市地域防災計画においてあの、えー、水害の発生等の事態に備えてですねあの要配慮者施設についてはあのどのように対応していくのかという計画をあの、えー、策定をしていくということになっております。あの 浸水想定区域内にある要配慮者施設というのはですねあの一覧に資料としてなっておりまして全市で905か所浸水区域内に施設があるということでありましてあの施設の所有者や管理者がですねあの計画を作るべしと。 いうことであの洪水時の防災体制に関する事項であるとか避難の誘導に関する事項と,とかいうようなルール、この計画にあの記すべき中身というのがあの挙げられております。 であの岩手でもです、ね、大変痛ましいことが発生をしたということもありますしこの計画自身はです、ね、所有者と管理者が務めるという表現になっているわけでありますけれども。 あの京都市行政としてですねあのこういう施設に対してあのまあ集中豪雨の際とかですねあのさまざまな事態のときにあの特別の手立てがまずあの取られているのかどうかそれからあの計画策定がですねあのどの程度あの進んでいるのかというのをつかんでおられるの,あの,で,れるのであればあの状況をぜひともお示しをいただきたいという,ふうに思います。 久保保険福祉部長あの水害土砂災害の場合についてあの計画で定めてられておりますように関連施設の要配慮者施設についてあの一斉にまあファックスメール等で連絡するということになっておりますそれからあの浸水あるいは土砂災害についてあのまあ 義務付けられている施設で、あの介護保険施設等については法律で義務付けられておりますので、基本的にはあの定められているということになっております。ただ、あの児童等については努力義務になっておりますので、その点についてあの策定できているところ、できていないところがあるというふうに思っております。それと計画の策定条件については今まだあの把握できておりませんので、今後の課題としてあの把握して参りたいというふうに思っております。加藤委員。 今土砂災害警戒区域内の要配慮者施設のことも触れていただきましたので一緒にお尋ねしたいと思うんですけれどもこの土砂災害警戒区域内の要配慮者施設もです、ね、全市に192か所ということでありましてここもです、ね、管理者、区役所自主防災組織と協議をして あの情報の伝達方法とかあの避難誘導体制の整備ということについてあのあらかじめ定めていく定めておくということになっております。これがあの実際上あのそういう定めておられるのかどうかっていうことについてあのどう掌握されているかと。 ということはあのお伺いをしたいということと今あの、ファックスやメールで伝達をされるっていうお話があったんですけれどもこれはそのこういうあの指定されたあの施設以外とは区別した対応を京都市として取っておられるということなんでしょうか。熊部長災害ののの範囲もございますしあのこの まあ、いわゆるレッドゾーンとかイエローゾーンのところについては必ずすることになっておりますし、区域で出た場合については、その区域についてあの、えー、ファックス、メール等で対応することになっております。それとあの土砂災害区域についてはあの ちょっと7月1日現在の数字ですので、あれなんですけど、184ありまして、そのうち115についてはあの高齢関係の施設でございますので、高齢関係についてはあの基本的に義務付けられているというふうに考えております、残りの,あの児童・障害、その他70弱の施設については、できているかどうかということは、把握できておりません、申し訳ありません加藤委員あの私もこれ、一覧表見ましてね。 あの保育所とかあの児童に関わるような施設も相当数ありますしあの今 介護施設ということで法的に義務付けられている範囲についてフォローされているというご説明なんですけれども改めて全市的にですねこれ十分な対応が取られているかどうかということはぜひともの掴んでいただきたいなというふうに思いますまあそれぞれ施設のご事情などはねおありかと思いますのでぜひ丁寧に相談も乗っていただいて。 あのいざという事態にあの備えられている状況にぜひともあのしていただきたいという風に思います。この点は終わります。はい、えー。この件に関連して他にございませんか。なければ進行します。加藤議員どうぞ。次あの時期ループについてあの伺います。えー、っと次年度の予算要望ということであの議員団としても。 あのこの磁気誘導ループについてあの要望項目として挙げておりまして気候への支援を進めるためにあの区役所で行われている磁気ループ下半型の貸し出しはあの受信機とセットとしてパネル式の導入を行うことと。 高齢者なども含めて広く周知することっていうのをあの要望として出しております。まあ,あのこの委員会でも、あの高橋の先生方からもあのルール取り上げられてきた経過もございます。し、あの私自身もあの何度かあのこの委員会でも質疑をさせてきていただきました。あの、積極的な取り組みという点で、特にあの私があの委員会の時にあの申し上げておりました。のはあの。 補聴器を持っってておられない方であったとしてもあの受信できるような受信器をあの一定数揃えるというようなことがいるのではなかろうかということはあの以前もやり取りさせていただいてきたことがあるんですけれどもあのトータルに取り組みがどのように進んでいるかということについてご説明をいただきたいと思います斉藤市長次期誘導ループにつきましては今、先生からもご紹介がありましたとおり、えー、例えばこの9月司会におきましても 加藤正弘先生の方から、ループそのものの普及もされることながら、そういうループがあるということを、できる限り市民の方にも広く周知すべきだというふうなご指摘、あるいは川島先生の方からも、いわゆる対面式のループについても配備をすると、で加藤先生からも専用受信機の配置ということで、さまざまなご要望もいただいておりますし、私どもできる限りまり、それについては取り組んでいきたいという具合に考えているところでございます。で この間の取り組みを若干ご紹介いたしますと、1つはまず、町内の周知ということで、11月4日付で各局の方に大きく4項目について周知をさせていただいております。1つは、司会でもご指摘のありました、いわゆるチラシの配布ということで、今回、新たにチラシも作っておりますので、そういったものをぜひ配布なり配下してほしいという話。つ目は 自給度ループが設置されているところにつきましてはそれが分かるようにこれもう少し大きいものも用意しているんですがこういうこ,ういうこういうにちゃんとありますよということが分かるようなそういうマークの掲示をお願いしたいで3つ目に本市が主催する会議におきましてはも率先して活用してほしいと。で4つ目には 予算等の事情が許するところから一対一や少人数の場面で用いるポーダブル的な基金の導入の検討もしていただきたいということも庁内に周知させていただいております。もう一つは市民の方にできるだけあの知っていただくように先ほど申し上げました周知チラシを作成いたしましてこれをあの関係する行政機関や今後まあ補聴器の事業者さんの方にも配布しながら時機ループってものがありますよと補聴器を利用されている方につついてもあるいは 補聴器を持ち合わせていない方についても専用受信機があれば使えますよとで貸し出し場所もこういうところありますよということも周知させていただいております先生からご指摘のありました専用受信機につきましても当室としてもこの6月には交流をしてで障害保険福祉室でも貸し出せるということもこのチラシの中に明記しているところでございます加藤院。あのまあえー どうしてもこの時期誘導ループっていうこと自体がですね十分にあの広く知られていないということがあの最大のネックだというふうにあの申し上げてまいりましたし。 えーまあ、障害耳の聞こえないあの障害をお持ちの方ということだけではなくてですね広く高齢の方やあの少し聞こえづらいというような方も含めてあの知られていく必要があるんではないかというようなこともあの言ってまいりました。ぜひあの対象広くですね あの周知を図っていただいてあの積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。まあ、これから貸し出しや利用の実績ということがあの結果として出てくるかなというふうに思うんですがまだ結果は出ておりませんか斎藤市長、えー、現在掴んでいる糖質の実績で申し上げますとこの28年度で7件ということなんで、まあ、今後、えー、先生からもご指摘でありました広報を、えー、糖質としても 質の分もあるいはすでに設備されている本市施設関係についても PR してきながら拡大に努めてまいりたいと思います。加藤委員、はい、ぜひともあの頑張っていただきますようによろしくお願いいたします。この問題おります。はい、この件に関連して他にございませんか。はい、宇佐美委員、ちょっとあの関連してですね、あの今現状その区役所等の窓口でですね、あのまあ えー聴覚にまあ障害をお持ちの方に対してどういった器具がですね今あるのかというところをもう一度ちょっと確認させてもらいたいんですがあのループ自体はね私もあの別の授業で使ったことがあってこれはこれであのいいなと思っててあのぜひ啓発していただきたいんですけどそのえっとループはループとしてですねそれ以外例えば何ていうんですかこうあのちょっと補聴器的なものとかですねこう窓口でそのこう。 お話し合いをするときに職員の方がちょっとこうあのコミュニケーションがもう一つ今取れないなと、まあ、ちょっとあの機会ももう一つねあの持ってらっしゃらない方もいらっしゃるかと思うんですけどねそういった方にこうちょっとこうあじゃあこれをあの使ってくださいとかいうようなことっていうものっていうのがですね何かあるのかないのかちょっとそれを教えてもらいたかったんですけれども斎藤市長えちょっと申し上げてください具体的に ここに把握できてないですけど、ちょっと私ども例えば質として統一的にお渡ししているのものがないので、聞くところで不審不審言った質談補助具みたいなところを置いてあったようなところもあるかと思うんですけど、ちょっと正確なものでございますよろしいですかおさみはい、久保部長、基本的な窓口で確か先ほど斉藤が申し上げたね筆談補助具ということでこう消せる黒板のようなものを置いてるのと、それと曜日を決めてなんですけどもあの芝通訳者は をあの配置をしておりますので、あの福祉等の相談の窓口であの通訳者の方があの手話で話してあの職員とまあ利用者の方の意思疎通を図るようなそういった仕組みになっております。宇佐美、ありがとうございます。あのまあ実は私自身右耳が全く聞こえてないんですけど、まあ結構ね突発性の難聴とかでこうあの途中から聞こえにくくなってこうなかなかこうお話をしてても。 聞こえないんやけどみたいな方もやっぱいらっしゃると思うんですよね。で実はこの前もちょっと困ったことがありましてあのお話を役所でしようにもなかなかこうそういう機会もあんまり持ってらっしゃらないというかなんか買っても高いのは買えへんし安いの買ったらもう一つやなとかですね結 <laughs> 構やっぱりいろいろあると思うんですけどねまあそういったまあねあの難聴の具合もいろいろあるので。 一概にこれを置いていれば大丈夫ということはないんですけど、まあ、その辺もね、先ほどのご答弁の中でも、まあ、ループの周知と合わせて、あのそういったあの器具のことも、あの貸し出し等も含めて検討いただくということですので、あのぜひ、いろんな方が、ね、役所の孫子来られますので、まあ、ぜひそういった観点もあの大事にしていただきたいなと思いますので、ちょっと付け加えさせていただきました。はい、よろししくお願いいたします西藤市長 えー、まさにご指摘のとおりで、ちょっと私自身の把握が弱いところもありますので、改めて各福祉事務所にどういうふうなものが、例えば、筆談補助具についても、確か設置されているというのは、ちょっと曖昧な状態で、私が認識しておりますので、もう一遍確認をした上でえで、ー、もしもそういう不備であれば、えー、設置についても検討いただくように、まあ、私どものほうから申し上げていきたいというふうに午後を過ぎましたが、保健福祉局の一般質問を終えた後、 休憩に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。本件に関連してございませんか？他にはいなければ加藤委員どうぞ。あの保育士のあの処遇改善とあの放課後児童クラブの、えー、あえ、放課後児童健全育成事業のあの職員の処遇改善の問題についてあの伺います。あの 代表質問でも紹介させていただいたんですけれどもあの京都市保育士会があの会員に取られたアンケートの結果っていうのを私は本当にあの重く受け止めておりましてあの休暇が取りにくいとかあの業務が多様化している,か多様化しているとか時間外の仕事が多いとかあの仕事量が多く。 あの負担を感じるゆとりがないというようなことであの7割8割というパーセンテージでそれにそうだというふうにお答えになっておられるとしかもあのその時も申し上げたんですけれどもこれあの前年の調査と比べても10ポイント上がってるっていうことなんですよねだからあの傾向として本当に大変になってるっていうことがあのここからだけでも見れるんではないかなというふうに思っておりまして。 あの議場でもですねこれ紹介した時にそれが現実だっていうやじも聞こえておりましてあの保育士の,あの処遇改善の切実感っていうのはあの相当こう社会的にもあの認知をされてるんではないかなっていうふうにあの思っているんですであの国へのさまざま要望しておられるってことはあの承知をしているわけでありますけれども ぜひともあの市としてもです、ね、あの取り組みを積極的にやっていただきたいなというふうに思っておりますあの局としてです、ね、来年度予算に向けての,あの要望市独自策への決意というものをぜひとも伺いたいそれからあのこのアンケートをもとにあのどのようなあの受け止めを切実感としてしておられるのかということも併せてあのご答弁いただきたいと思います。西村育て市政務長 保育士さんの処遇改善ということで、給与面につきましては、国におきましても、来、ま、年、あ、度に向けまして、えー、概算要求の中に要求が盛り込まれているところでございます、まあ、これにつきましては、私どもも注視をしておりまして、対応してまいりたいというふうに考えております。加えまして、あの今ご、ご指摘ございました、あの勤務条件といいますか、 勤務環境のお話かとも思いますあの忙しくなっているか、かつみが取れないというお話も聞いておるところでございますけどこれにつきましては、例えば今年度で言えば ICT ということで、事務の軽減の補助制度、補助金を新たに創設いたしました、また今の補正でお願いしております、保育補助者の活用といいますか、雇用、これも保育士さんの負担軽減ということで、ご利用いただく保育所につきましては、 小木さんの労働環境の改善の経過を出していくというようなこともお願いしているところです、普及化が少しでも取りやすくなるとか、いったことも含めまして、取り組んでいただくいいところでございまして、こういった国の制度がベースではございますけれども、活用できるものは活用させていただいて、さまざまな面での処遇の改善に少しでも取り組んでまいりたいと思っています。ね あのえー、技能や経験を積んだ職員についてはその全産業の女性労働者との賃金差がなくなるように4万,4万円程度の。 追加的な処遇改善とかですねあの言われております、もちろんあのえ何も手当てをしないということから言えばですねあの事態としてはこれあの今の時代放置しないで対応するということに向いていること自体はですねあの必要だなという,ふうには思っているんですけれどもやっぱりあの起きている現象からするとですねあのもっとこれ踏み込んで頑張っていただかないといけないなという,ふうにあの思っているところなんです。 であの来年度予算に向けてあの保健福祉局があの予算要求の中で言われておりますそのん国の基準の,その、えー、配置の保育士さんのみならずです、ね、あの京都市が上乗せ配置をしているあの保育士についても処遇改善をというようなことの方向性が、ね、あの私はあの踏み込んだ方向性としてはとても大事ではないかと。 あのもちろんその国がやった分、京都市の特別な配置分にも適用しますよということだけではなくてねあの、それも必要ですし、全体としてあの抜本的な処遇改善という方向性をあの強く持っていただく必要があるというふうにあの感じています。この点はいかかがでしょうか西村部長 国の措置の対象の保育士さんだけではなくて、本市の短否で賀賀病をしてます職員さんにつきましても、国が今回検討してます内容と同様に、職遇改の図っていきたいということで、我々も頑張っているところです、今おっしゃっております根本的なという中身が少しあれなんですけれども、ただあの、京都市の財政、等々を考えますと、えー、現在取り組んでいますあの 石単品での取り組みをさらにということにつきましては、なかなか厳しいもございますので、例えば食事の配置基準の見直しも含めまして、ま、引き続き国の方にはあの要望をしてまいりたいという,う考えております。加藤委員えっと、もう一点、この問題であの、えー、前にですね。その今もお話の中で出てまいりました。あの特例の対応についてです。あの、朝夕の保育士さん。 2人のうち1人はあの、えー、子育て支援さんですかね、あの保育士資格を問わないというようなあの緩和を進めていこうかという方向性あの、ルール議論させていただきました、でその際にあの当局の方から、基本的には保育園の関係者については、あの今回の,あの特例措置については、あのご理解いただいているというご答弁があったかと思うんです。ししかしですね えー、京都市があのこの国の,あの緩和策についてですねあの具体的な方向を示してあのアンケートを保育所に取られていると思うんですね、それを見さ,見させていただきますとあの、えー、特にですね朝夕の,あの保育士さんの,あの弾力化ということについてはですねあの保育施設の側で言えばあの 弾力化すべきでないっていうふうにお答えになっている回答が105件あると回答数256っていうことでありましたけれども41%ということであの十分にこの京都市がやっ,ているやっていこうとしている方向性についてこれあの大賛成だっていうふうにはなってないんではなかろうかというふうに思うんですけれどもあの この間、されてこられた説明とこのアンケートの結果の整合性についてはどのようにご説明をされますでしょうか西村部長7月に示しましたアンケート結果でございますけれども朝夕の件でございますが回答に占める割合ですが弾力化すべきという回答が31.6条件付きで 弾力化という方が28.5施設ですべきであれば27%ということでございまして、ちょっと今、えー、おっしゃいました4割という数字は少しあのわからないんですけどもで、いずれにしましてもこういった結果を踏まえまして、まあ、市としてあの考え方を取りまとめをいたしまして、まあ本さんのまあ、負担軽減スラグであろうということも含めまして、あの小笹会議のご意見も聞いて、えー、アンケート、えー、パブコムを実施しているという状況でございます。加藤委員。 あのえっとアンケートの結果の25ページのところにえっと保育所における保育の実施にあたり必要となる保育士配置にかかる特例ということであの、えー、在籍児童数に応じた配置基準上あの最低必要となる保育士数を上回って保育士が勤務しているとそのあの配置基準を上回る基準あ職員について。えー 市長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認めるものの配置をカットするものということについてあの弾力化すべきでないというのが41%というふうにの答えになっていると思うんですでちょっとあのアンケート自身はあのかなり多岐にわたるものですので私が捉えたことが直接的に今の京都市の方向性に対する回答ではないというご答弁なのかなというふうに思うんですけれども。 あのこの間の委員会での論議で言えばです、ね、あのまあ、全体としてご理解いただいているという評価については、あの今も言われたとおり、あの子ども・子育て会議の中でのご意見ということになるのではなかろうかなという疑念があるんですけれども、いかかがでしょうか西村部長。 すいませんあの先ほど25ページの,あの41%につきましては、これはあの保育士のいわゆる資格を問わない無資格の方を入れるということについてはあのすべきでないという項目に対する回答の率だというふうに認識しております。加藤委員 分かりました、まあ、京都市が示された幼稚園の先生であるとかあの子,、えー、子育て支援ですかそういうこの検証を受けられた保育士資格を許さない方についてあの配置をするということについてはご理解いただいているという評価だということですね。 まあそれはそのアンケートの総数の中ではそういうあの結果だということなんだというふうふに思いますあの、まあ、あのこの問題については今もあのパブリックコメントを取っておられるというあのことでありますのであの十分にあのそのご意見を聞いていただくということをあのこの場で求めておきたいというふうふに思います、えー、次にあの放課後児童健全育成事業にか加藤医。 質問項目変わりますかはい、はいはいはい、じゃあすいません、えー、この件に関連して他にございませんかなければどうぞ引き続きお願いしますえー、放課後児童健全育成事業に関わってあの職員の処遇改善の問題についてあの伺いますこれもですねあの繰り返しいろんな切り口でやっておりましてそもそもあのこの事業総体としてあのー 賃金が低いということ、それからの不安定雇用であるという問題があ,のあるということはあの申し上げてきたとおりでありまして、加えてあの新制度の下で同じ事業であるにもかかわらず、学童保育所、ホット広場等々、地域学童クラブなどなど、同じ事業の職員さんであっても、処遇に格差がかなりあると。 ようなことをあのまいりましたあ,の、まあ次年度に向けてですねやっぱりあの小池自身は大きくですね改善を図っていただきたいというふうに思いますがいかがでしょうか西村部長 児童館学童保育所の職員の方の職遇でございますけれども、平均、現在、平均ですけれども、年間340万ぐらいということでございます。来年度におきましても、国におきましても、日本一億総活用プランの中で、児童館学童保育所事業につきましても、議論されているところでございまして、なかなか単独での改善とは難しいものがございます、国の動向もまえまして、対応してまいりたいというふうに考えております。 今の340万というお話もです、ねあの、決してこれ、あの高い、えー、年収ではありません、しかしです、ねあのえー、ホット広場であるとかあの、えー、地域学童クラブの職員さんなどは、あのこれよりもまだ低いあの給与でやっておられるっていうあの状況がありましてね。 子どもたちの生活の場を提供していると本当に大事な仕事でありますけれども同じ仕事になっていただいておりますけれどもそういう点では子どもたちに向き合っている条件が同じであるにもかかわらず給与に格差があるということはぜひとも踏まえていただいてですねトータルにこれ引き上がっていく方向性処遇が改善される方向性というものを求めたいというふうに思います。 ご答弁いいただいて終わります、はい、西村部長 <coughs>、はい、あの先ほど、平均年収の話をさせていただきましたが、これは、まあ、あの児童館の、まあ、構成の状況でございますが、ホット広場の場合、あの勤務時間も短くございますので、まあ、労働条件も異なっております、まあ、あの地域クラブ、地域学童クラブにつきましては、まあ、補助事業という形でやっておりまして、まあ、それで事情がございます、まあ、あの課題がないという認識ではございませんけれども、まあ、引き続きあの検討させていただきたいと思います。はい えー、この件に関連してほかにございませんかなければ進行します、玉本委員えとこの間あの、来年4月からの総合事業に向けて、事業者説明会があの行われておりましてあの、少し声を伺ってるんですけども。 総合事業へのの登録についいてて説明をされています現行の訪問看護事業者が生活支援型やまた支え合い型などにも参入するということになる場合申請が必要ということなんですけども訪問介護事業所が両方生活援助型と支え合い型両方を登録するっていうことが できるのかということを確認したいのと、そうなった場合、事業そのものが報酬の違う、報酬が違うということだとか、あと働く方がヘルパーと、あと、無資格者でもいいということになっていますので、混在することの問題もあると思うんですが、どのように対応されていくのでしょうか。 西久保長長社会部長、はい、あの総合事業のま訪問型サービスについてでございますけれども、えー、ま両方の生活支援型の ヘルプサービスとそれから支え方のヘルプサービスと同時に申請をして運営ができるかというお話でございますがもちろん事業者の条件さえ整えば両方を一緒に運営をいただくことは可能だというふうに考えてございますそういった場合にその混乱というのが特にその何をもってその混乱というふうに考えるかはあるかと思いますけど特にそ,のそれぞれの,まああの事業で適用をさせていっただく形になりますので。 あの混乱という意味は特に考えてございません。玉本委員えとあの生活援助と、えー、支え合い型でいうと、まあ、同じような、えー、支援をします、まあ、お掃除であったりだとかあのご飯、えー、と食事を作ったり買い物したりとかいうことであるわけですが一方ではあの訪問看護介護 専門の資格を持った人が行うもう一方は8時間以上の、えー、研修を受けた方でもいいということで言うとねやっぱりあの私たちはあのこの間ずっと議論してきましたけどやっぱり非常に専門性の高い支援だというふうに思っていますので、まあ、そこが混在して、えー、一つの事業所で 支援がされるということに対して混乱が起こるのではないかというふうに感じるわけです。そこは例えば同じ建物で事業者が2つの事業を取ってたとしても登録している人たちをしっかりと決めて取り扱うというようなことだとかも必要ではないかというふうに思うんです。例えば 無資格者の方が生活援助はできませんけども生活援助のに,訪問に訪問介護に行っているヘルパー資格のある人はまあ支え方には行けるわけですよねまあそんな中であの職員の,あの配置等もあのぐちゃぐちゃにならないかなというふうにちょっと思いましたのでその辺行ってきちっとされているかっていうようなことなんかは行政としても 確認を取っていかなあかんことではないかというふうに思ったので、あの質問をしています。まあ、それはあのやっぱり介護サービスっていうあのところでいう専門性そこにあのやっぱり高退低下があに繋がらないかというふうにあの私は思っています。まあ、介護分野の専門性を高める取り組みについてその点どのように考えておられるのか。 もともと私は日本は福祉に対しての評価がとても低いと思っています。給与も一般の労働者よりあの月額10万円も賃金が少ないということもあの保,育士保育現場と同じくあるわけで。 まあ今回の緩和型の導入が福祉の専門性をより低下させるようなことがあってはならないというふうにも思いますしましてや利用者サービスの交代につながらないようにしなくてはならないというふうに思っているんですがこの2つの事業を1つのところが行うということによるそういったあのデメリットというものがないのか懸念しているので質問しているわけですがいかがでしょうか西久保部長 はいあのまあ、ヘルプサービスの生活支援型と支え方専門職と専門職という形で、えー、基本的にヘルパーさんはあの違いますし、まあ、先生おっしゃってもらったようにそのあの支え方について専門職の方ができないということはございませんけれども、まあ、基本的にはその専門一体的に実施する場合でもです、ねまあ、専門の資格がある方が えーまあ、多くの場合はです、ね、専門の資格がない方は支え方のサービスをも提供するというふうに考えてございますし、えー、資格のある方が支え方の方に行かれることはまあごくまれかなというふうに考えてございますので、えー、特段の混乱ということはあの想定はしておりません。以上でございます田本委員 まああの実際現場の実態っていうのはあの保育士さんと同じで介護士さんもとかヘルパーさんの確保は非常にあの苦労されているようなあのことが起こっていますので私は何が起きるか分からへんなというふうに思いますまあ、そういった意味ではあの混乱は起こらないだろうで済ますのではなくて。 やっぱり現場の声をしっかり聞いた上であのやっぱり生活援助として専門,専門性の勉強をしっかりしたヘルパーさんが本来、しっかりと家事援助も含めて生活援助をするべきものだと思いますのでね、あの無視覚者の導入についてはあの常にあの再考していく必要があると思いますし、えー、あのうまくいくということで。 あのほっと置くことがないように絶対していただきたいということをちょっとこの間あの事業者説明会等であの事業者さんが聞いてきていろいろあの迷っておられますね実際はどうしたもんかとあのヘルパーあのさんの確保困難な状況の中で無資格者の導入せざるをえないのかというような悩みも抱えつつでも専門性はしっかり担保していきたいというあのやっぱり プライドも持っておられますし、そこのところにあのしっかりと耳を傾けていただきたいと思いますので、今回質問させていただきましたので、よろしくお願いします。西久保部長 あの、はい、我々の方も事業者さんの方にも参入をいただく必要がございますのでこれまで4回にわたり事業所説明会のもあもさせていただきましたし今後、いろんな質問を受けさせていただいておりますのでそのはあはホームページ等に QA という形で今後も引き継いで挙げさせていただきたいというふうに考えてございます積極的に事業者さんについては参入を促進して働きかけてまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます 田本委員よろしいですか、えー、この件に関連して他にございませんか、えー、なければ以上で保健福祉局を終わります、えー、次の教育委員会につきましては、えー、午後5時40分から始めますので短いですか大丈夫ですかはい。それまで暫時休憩いたしますよろしくお願いいたします